痩せれますよ。ナンバーワン、痩せたいダイエットマスクです。皆さんこんにちは、水木アの青色 TV、 イエーイ、始めました、今日はちょっとゴムが気になったからこれを置いておこうということで、今日は痩せたいあなた、マスクをするだけで痩せれますよ。こんな時代が来ると思ってた。はい、そう、マスクをするだけで痩せれるねんってやばない？そうなったらもうみんな痩せれるって。せーの、ドン。これ痩せるマスクで、これな、しかも1個400円やん。まあ、マスクにしてはやっぱり高い方かな。1つ400円、ほんまにこの中に1個しか入ってないね。でもすごいねん、これは。楽天でもリアルタイムランキングナンバーワンみたいです。ダイエット部門ナンバーワン、ダイエット器具部門ナンバーワン、その他部門ナンバーワン、ナンバーワンで、ちなみに PM2.5 もカットしてくれる。で、呼吸に負担がかかり自然に腹式呼吸になって、筋肉運動量増加でカロリーを消費で、知らず知らずにダイエットができちゃう。痩せたーい、痩せたーいダイエットマスクです。で、3D の立体構造やから、鼻も頬も、顎の部分もしっかりガードで、耳が痛くなりにくいゴムで、フィットさせて小顔に見せれるらしい。もう一気に読んじゃったから、もうつけるだけで終わっちゃうやんこれ。最初のうちに全部言っちゃったから、もう言うことナッシング。はい、開けるとこんな感じ、見て、すごい、こんな感じで、ちょっと開けてみよう。どういうことこれ、どういう、うわぁ、この見た目のまんまの、このマスク、ほんまこのまんま、なんていうんこれ、なんていうんこういうのって、なんかナイロンみたいな、なんか名前あるやん、そういう。でも、中身は普通の、あの、マスク生地。でも、外がすごい、しっかり、もうこれ息しにくそうやなっていう感じの、ポリエステルやって、あと布みたいな、フィルターみたいなのもある。で、これ5層になってるらしい。すごない？だからもう苦しいねんて。じゃあつけてみるな。こんな感じ、形はなんかクエクエアヒルンルンアヒルンルンボクタチーワみたいな感じの中身です。で、耳がこんな感じで、耳がなんかこう調節できるゴムみたいなのもついてます。こんな感じで、で、ここになんか滑り止め、何これ、ビーズみたいななんかあるな。じゃあちょっと耳からかけてみましょう。鼻がこっちやね。ここ鼻の部分は、あの、針金みたいな肩取るやつ入ってるからこっちやの。あれ、あ、調節、そっか、自分でしないとな。え、余計顔でかく見えへん。え、うそん、これこんなにピチってしていいんかな、ここ。え、あかん、ゆるい。ちょっと待って、どうしたらいい？これ多分普通の大人用サイズやから、あの、いつも女性用使ってる方とかは結構大きいかもしれへん。あ、わかった、なるほどな。っていう時に、いや、なるほどじゃないぞ。え、これどうしたらいいやろ、ちょっと待って。まあいいか、とりあえずつけるだけつけて。ちょっと緩いんやけど、まあ、こんな感じ。なんか酸素マスクみたい。で、すごい息は苦しいから、ここでこもるねんけど、この、あの、上がそんなに空気入ってない気がすんねんな。なんかここが重心に来るし、ちょっと普通に息しますね。あの、ガスマスクみたいなの、なんかこう見た目はあれやけど、家の中で運動とかするときはいいかもしれへん。でもやっぱ隙間があるからさ、もうちょっとピタッとしたらおもろいなこれ。まあでもなんか思ったのは、普通のマスクよりかは分厚いから、こう声もこう通りにくいし、ここでこもりやすいから、ここがすごいもう汗がかく、もう結構じわじわきてる。だからこれで運動したらほんまにいいかもしれへん。でも1個400円で1回限りやから、まあ1回使ってすぐ捨てちゃうから、いっぱい大量に汗かいてから捨てたいなって思うなこれは。んだから、要するに今日使うとするやん。なら、その今日もちゃんとこれをつけて汗をかいて運動して捨てるっていうことな。だから今日一日別にただ歩くだけでつけるっていうのはもったいないなっていうだけな。はい、うん。で、あとはホコリとかウイルスとか花粉も 99.9%、 あ、じゃあ 99.9% あってな、 99.9% カットやから、ちょっと花粉症とか強い人は
これつけた方がいいと思う。花粉症しんどいしんどいっていう人はすんげえおすすめだと思う。ほんまにこの外からの空気が一切ないから、まあちょっと見栄えがね、この可愛さとかは一切ないけど、気になったらぜひ買ってみて。これ面白いな、なんか匂いとかもな、全然違和感もないしな、すんごいつけてて普通になみたいな感じなのでね、これはビレバンに売ってました。ビレッジヴァンガードに売ってました。他にも楽天でも売ってるみたいなんで、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。